長い野良生活でボロボロになっていた猫のコスモ。彼は何かに導かれるかのように保護され、その暮らしを変えていきました。まるで保護されるのを待っていたかのように心を開き、本来の明るさや優しさを取り戻していったのです。野良猫のコスモはお腹を空かせた状態である町を歩いていました。目には感染症を患い、後ろ足の毛はひどく傷んでいます。身も心も疲れ切っていたコスモ。彼は本当に助けを必要としていました。そしてちょうどそのことに気づき、救いの手を差し伸べてくれた人がいます。コスモが歩き回っていた町に住む女性です。女性はコスモのことを心から心配してくれました。いつもコスモを気にかけ、ご飯を用意してくれるようになります。毎日食べ物を探し回っていたコスモにとって、それはどんなに嬉しいことだったでしょう。女性はとても優しく、ある時は午前中ずっとコスモに付き添ってくれました。その時間がとても幸せだったコスモ。その日初めて女性に体を触らせることを許したのです。女性はそんなコスモを見て、彼なら人間と暮らせるのではないかと考えました。そこで地元の保護団体に助けを求めます。もしかするとコスモ自身もそれを望んでいたのかもしれません。保護団体のスタッフがやってくると、彼は自ら近づいていきました。そして用意されたケージにすんなりと入ったのです。こうして無事に保護されたコスモ。年齢は8歳から10歳くらいだと思われました。伸び放題で絡まっていた毛をカットしてもらい、必要な治療を受けたコスモ。その後、歯科治療も受けることになりました。口の中にも問題を抱えていた彼は、残っていた18本の歯をすべて抜かなければなりません。抜歯手術を乗り越えたコスモは、これまでの不快感から一気に解放されたようです。これまでは、うなったり威嚇したりすることもありましたが、それらが一切なくなりました。見違えるように明るくなり、食欲も倍増したのです。コスモは養育主さんのもとで人との暮らしも学んでいきました。ブラッシングの気持ちよさを知った彼は、すっかり虜になってしまいます。うっとりしながら喉をゴロゴロ鳴らすようになりました。数週間にわたる目の治療を終え、養育主さんと暮らすこと5ヶ月。ついに彼に永遠の家族が見つかりました。一人の女性がコスモに惹かれ、迎えに来てくれたのです。コスモにはその女性が運命の人だと分かったようでした。嬉しそうに彼女に抱きしめてもらい、喉をゴロゴロ鳴らしたのです。今ではすっかり家猫として新しい暮らしに馴染んだコスモ。やはり彼はこうなることを望んでいたのでしょう。優しい飼い主さんからたっぷりと愛情を注がれ、コスモは今日も幸せそうに喉を鳴らしているのです。ご視聴いただきありがとうございました。評価とコメントをお待ちしています。